うちらアホやな。どんだけお互いに負けたくないね。ほんまアホやわ。どうする？このままこれからも対立していく？この関係続ける？まだ足りなかった。サオリ、うちらはさ、なんか切りたくても切れない何かでつながってるんかな。サオリ、私にとってサオリはこれからも一生ライバルだよ。上等じゃねえか。あのサオリなめんなよ。夏っぽいなめんなよ。ありがとう、夏っぽい。夏っぽい。あれ？
今ナッツポイって言ったよね。ナッツポイありがとう。ナッツポイ、ナッツポイって言ったねえ。ナッツポイって言ったよね今ね。タマおいで、ね、無視しないでよ。ごめんな、タム。ずっと私のがママでこんな感じになっちゃってごめん。沙織ちゃんはさ、これからも小杖でいてくれるよね。小杖はさ今でも最高や、輝いてるよ。でも私がいればもっと輝くんちゃう。
本日のメインイベントは26分36秒アンゴーサオリ選手の勝利でございました。夏目に勝った。今日も私が勝ったら夏目。でもさ、まだ完璧夏目に勝ててると思えへんのよな。きっとこれはプロレスラーである限りずっと思う感情なんやと思う。私は夏目になれへん。夏目も私になれへん。でもそれがいいかもな、うん、どうした、何の何すねてんの。なんかちょっと嫉妬したでもね、思ったわ。仲間っていいな。ほんまにすごいすごい、それを感じた、うん、だから小銭は私がいたらもっと輝くから、うん、大丈夫8年なんか集大成って思ってこの試合向かったんだけどさ、なんか戦ってたらさ、懐かしさと負けたくない気持ちと今の自分を振り返り始めたりとかしてさ、なんか沙織とまたここでこうやって出会ってこんな大きい試合のうちらが憧れてたスターダムのメインでさ二人でやってるっていうの、なんかすごい感慨深いし、集大成と思ってたけどこれがやっぱりうちらのスタートなんじゃないかなって改めて思って、3回目また負けて悔しいけどさ、悔しいけどなんかめっちゃ嬉しくて、夏っぽいはまだまだ上いけるし、沙織から絶対スリー取る。沙織はよく分かってると思うけど、夏っぽいも夏美も諦め悪いからね。どこから決めてきたと思ってんねん知っとるよ新生小銭いいね。むしゃ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 。パイナップル。パイナップル。見習いだし、あのな、サメちゃんダンス どっか練習してたん？そうだよ。意外と振り付け分かってたよね。なんか踊れてたよね。ほら、あの見てたからさ。すごいいいね。まあまあ。絶対影で練習してましたね。そういう人です。じゃ黙れ。じゃあね、またね。ああ、見て、ああ、出て。あ、連れてかれちゃうやつだから。バイバイ。真夏の最強女子決定戦、5スターグランプリ2023が今年も開幕。7月23日日曜日、大田区総合体育館、激闘の始まりを見逃すな。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。
女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。